ゆきょうだい。おう。また会ったな。ついにロスの暴走機関車がお出ましだっちゃ、俺らもうかうかしていらんねえな。おいおい、今日はまた捕まえなきゃいけねえ奴らがいるらしいぞ。おっと、俺は聞いてねえぜ、そんな話。まだお子ちゃまには伝えねえっちゅう話だよ。おい、なんだよ、そんなカッカすんなよ。おめえ今なんつった？おお、兄弟、あんまり怒りすぎると。おいおい、なんつったんだ？なかなか冷めねえな。おい、今日はな。なんつったんだ？うわ、なかなか冷めねえな。なんつった？撤回するよ。そんなに血のぼっちゃ、お前の血赤ワインになっちまうぞ。ナイスだ、ジョークだ。ありがとうよ。さあ兄弟、今日はこいつのお出ましだ。おいおい、乱暴にしちゃ困るぜ。こいつはな、スレンダーな女性を口説くための葉っぱじゃねえ。それはわかるな、お前も。これはさつまいもの葉っぱっちゅうやつだ。さつまいもの葉っぱ？ちょっとこっちに見てみよう。さつまいもの葉っぱっちゅうやつだ。こいつがなんと食えるっちゅう話なんだよ。本当かい兄弟？わかるか？こいつはな。おい兄弟。おお、どうした？俺は今、さつまいもの葉っぱが食えるっていう話を耳にした。本当か？俺が言ったからな。しっかり言ったからな。もう一度言う。いいな。おう。耳かっぽじって。聞こえます。おう。さつまいもっちゅうのは、土の中で念殺してんだよ。俺らに捕まった犯人みたいにな。は思い出すよな。あのロスで。カチエスの後に。おい兄弟。おい、どうして？あん時はお前の運転が荒かったよな。俺にハンドルを任せていれば、なあ。なんだ、そんなことより、このさつまいもっちゅうのはさっきも言ったように土の中で念殺して育ってんだよ。それは兄弟、お前さんと一緒じゃねえのかい？おいおい、俺がだからいつどこで念殺しちゃって、そんなんじゃまたボスに怒られちまうよ。だってお前はいつもバーで酔いつぶれては、おい、地面に寝そべっているじゃねえか。やめてくれよ。じゃあ進めるぜ。おう。こいつはな、どうした？さつまいもっちゅう葉っぱでな、土の中に念殺してんだよ。本当か？俺は3回言ったぞ、これを。お前はいつもそうだ。なんだ、すぐ右から左で。 お前昨日の酒が抜けてねえんじゃねえのか？それで犯人捕まえれるのか？またボスに怒られず。俺には犯人よりもあの一杯のテキーラが重要だったのさ。そりゃ俺も一本取られたぜ。それでな、本題に入らせてもらうぜ。このさつまいもっちゅうのはな、土の中で念殺してんだよ。なんだって？そろそろ別れ。この茎をな、これらを育ててる人たちは切ったりしてんだよ。捨てちまうっていうことだ、ね、ああ、そうだよ。そいつは許せねえ。絶対許せねえだろ。善良な市民を守りたい、そんな気持ちだろ。なんだ、違うのか。だからこいつら食べれるっちゅうことをみんなに伝えたい。だから味を伝えるんだよ。少しぐらいの葉っぱなら食べていい。ねんころ、しみじみしちまったが、思い出ししまったな。おう、じゃあ食べてみるぜ。お前さんが、おう、どうした？マイアミでお前さんのことを思っているジェシーが泣いちまうぜ。おいおい、ジェシーの話はやめろ。なんだ、あいつはもう連絡も何も取ってね。お前いつからそんな冷てえやつになっちゃったんだ？あの事件がきっかけだ。あの事件。兄弟、
話すと長くなるぜ。準備はできてるぜ。やめとこう。今日はこいつだ。そうだったな。おう、そうだ。事件の話はまた後だ。おう。この後でもステーキ食いながら話をしようぜ。スコッチで頼むぜ。兄弟、こいつを食おうじゃないか。こいつの話だ。さつまいもの茎っちゅうのはな、栄養価も高く食べれんだ。どこでも食べていい。いいじゃん。茎でもいい、葉っぱでもいい。まあ食べてみるぞ。本当か。うん、食べるんだぞ。食べるのか。おう、おい、大丈夫なのか。おう、大丈夫だよ。俺は百戦錬磨だ。いろんなところに行ったんだ。アメリカ中の暴れ馬と言われた俺がそう言ったんだよ。何でも食べろって。俺の体がそう言ってんだよ。邪魔すんじゃねえ。これは兄弟でも許さねえぞ。止めねえぜ。おう、少しは止めてくれ。行くぜ。うん。俺がお前には絶対捕まらねえ。捕まえる側だろ。兄弟はいつもそうやって俺を守ってくれる。あの事件の時もそうだ。あの事件ってお前、まさか。ああ、ジェシーが絡んでたあの事件だ。兄弟、食べるぞ。どうだ。ここはカリブ海か。うん、そんな味がする。ちげえぞ。違うか。ここはロスだ。ロスか。これはね、生臭さもない。食べやすい。兄弟、俺はボスに聞いたことなんだけど、このさつまいもの葉っぱっちゅうのはな、炙るともっとうまいらしいんだよ。お前、まさかまたあれを。ボスには内緒だぞ。おいおい、こいつだ。お前、またそんなもん持ち出して、ボスに見つかったらひどい目に遭うぜ。そこは兄弟、内緒にしてくれよ。スコッチで勘弁してくれ。今回ばかりはな。炙ってみるぞ。おう。あ、兄弟、恥ずかしいとこ見してる。忘れてくれ。行くぞ。俺は見逃さないってぜ。あぶったとこ食べる。一回食べちゃった。汚ねえな。あ、風味が変わったぞ。なんだって。そんなはずはねえ。ぬめりが増しただと。こちらロス死刑。犯人は目の前にいる。確保。食べたぞ。確保した。キザすぎたから、これであのジェシーも落ちたんだよ。お前やっぱりまだジェシーのこと。ああ、まあ今日はその話はいい。こいつは、お浸しにして納豆と合わせたり、あと炒め物にも合うだろう。うん。ここに身近に取れるものがあんのに捨てちまう。そんなバカな話はねえよな。そうだな。だからこのさつまいも、俺らも、もしかしたら身近な事件を見落としてるかもしれねえ。ああ。そろそろ行こうぜ。こうはしてらんねえ。じゃあボスに怒られる前に一丁行くか。行きますか。乗れ。おう。ブン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 。